今年1月、四国中央市で男性を拳銃で射殺した罪で起訴されている暴力団幹部の男の逃走を手助けしたとして、香川県の会社役員の男が今日犯人隠避の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは香川県多度津町の会社役員宮崎健一容疑者です。警察の調べによりますと、宮崎容疑者は今年1月、四国中央市のスターバックスコーヒーで 市内の当時49歳の男性を拳銃で殺害した指定暴力団池田組幹部の前谷雄一郎被告を犯行直後に四国中央市内から香川県境出市内まで車に乗せ逃走を手助けした疑いです警察は捜査に支障があるとして宮崎容疑者の認否を明らかにしていません宮崎容疑者と前谷被告は知人だったということで 警察は犯行に至った経緯などを詳しく調べています。